漏れる。開いてた。ああ、すっきりした。ああ、気持ちよかった。さあ、ということで、トッシーワールダー、もう一回行こうか。トッシーワールダー。はい、ということで、皆さん、月末最後の、路上ライブに向かおうと思います。今月なんとですね、横浜の、路上ライブ1個と、川崎の路上ライブあったんだけど、横浜天候の影響によりまして、なんと、月3回の路上ライブ全部オール川崎でございます。拍手。なんかね、なんか違和感があるんだよね、ここの中って。なんでかって、動物園だからだよ。早くここの檻から出ないとライオンちゃんも、ちょっと待ってよ、ちょっとライオンちゃんパスがないとちょっと出れないということで、はい、今から出たいと思います。あーっしゃ。はい、これがライオンパスです。あー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 ということで、人間界に出たぞ。しゃー、しゃあ来たぞ。はい、もう最近はね、1週間に1回とかの路上ライブなんで、毎回緊張しますよ。それはもちろん緊張しすぎても寒いので、今日は長袖、そしてこの路上ライブ、旅配信終わっての、100キロ配信、100キロ旅が終わっての初めてのね、路上ライブということで、本当にね、なんか深みなものがあるのではないかなと思います。それでまずペンギンたちもね、ペンギンパスで今出られたみたいなので、ちょっとそちらをね、お送りしたいと思います。はい、せっかくなんでね、 VTR どうぞ。ペンギンちゃん、ペンギンちゃん、やっぱ多いな、ペンギンちゃん。ヘルメット。トシワルだ。あ、待って、今日できないかも。いつのとこでやりたいのに。トシワルだ。ダメやな。トシワルだ。あ、違う。トシワルだ。いやー、なんでここは、うおー、揺れてるぞ。ということで、今から歌っていきたいと思います。なんとですね、前回の動画が1400回再生しております。はい、続いて路上ライブを1500回以上再生させて、バズらしましょう。なんだこの空気は。え、うるさいじゃん。さあ、さあ、ということで、そうですね、もう何を言おうか、もうとりあえず歌えと。はい、歌わせていただきたいと思います。はい、今日の皆さんの意気込みをどうぞ。今日の皆さん、意気込みをどうぞ。え、見る側の意気込み。トシワールド。トシワールド。意気込みだ、意気込み。ないよね。確かにないわ。じゃあ僕から意気込みを言わせていただきます。意気込み、トシさん、意気込みなんかありますか。トシ
ワールド。ワールド。はい、じゃあ、そろそろ始めたいと思います。やばい、もう疲れた。ちょっと温存していこう、温存していこう。温存はしないよ、ちゃんと出し切るんだけど。ちょっとあの違うよ、まだだって始まってないもん。来た。ということで TikTok ライブもしたいと思います。それではミュージックワールド。君が会いたくないね、俺なんて勝手だね。大体曖昧なんで俺、愛の存在証明なんて君が教えてくれないか。何十回の夜を過ごしたって得られるような、愛してるを並べてみて。何十回の夜を過ごしたって得られるような、川崎ハビネス足りなかった。シャーシーワールドー足りなくね。はい、ということでロッツライブ終了になります。はい、皆さんマジありがとうね。また身一つで来てくれ。二つもないがね、わかるよわかるよ、その気持ち。終始今日もテンション高いんすよ。え、来いよ来れるもんな、来いよって。ちょっと今日は乱入がなくて面白くなかったんです、はい、誰か乱入してもらう。すいません、ちょっと乱入してくれませんか。すいません、誰かちょっと乱入してください。イエーイ。どしまるだ。どしまるだ。ということで終わります。じゃあ今日の感想を代表してどうぞ。一緒に言ってもいいよ。せーの、楽しかったです。わかりました。じゃあもう分かった。ちょっと待ってて、すいません。はい、続いてトッシーさん。はい、受験番号358番、トッシー年之助です。よろしくお願いします。僕の調子は何がしたい。違う、俺感想言いたい。トッシーに対しての感想言いたい。なんかあのトッシーファン、なんかもう言い疲れたでしょ。はい、じゃあ、はい、トッシーさんどうぞ。え、何ですか、ここ行った。あ、ちょっともう一回もう一回トッシーさん、トッシーさん。じゃあヨッシーさん、ヨッシーさん、あ、痛。何ですか。あ、これカメラ回ってますか。あ、トッシーさんの今日のロジライブの感想ですかね。あの、今日ですね、なんか終始テンション高くて、なんか気持ち悪いとこもありました。でもですね、なんか楽しそうにしてて私たちも楽しかったです。はいはい、トッシー好きでどのぐらいですか。100あったら150です。ありがとうございました。はい、ということで、そうですね、あ、まあ来月どうなるか分かりませんが、でも足は治った。
来た来た来た。ちょっと膝がねやられたんだけどね、あのなんとか復活した模様です。はい、なのであの来月からねまたあのまあいろんなことやりながらね路上ライブも、まあ、月3回ぐらいねやれたらないいなと思いました。はい、他に何か言うことありますか。今日尺ないよ、尺ないよ、どうする今日尺ないよ、どうする。俺さトイレ遊びマジ1分ぐらいしかしてないから、いつものトイレ遊び1分ぐらいしかしてないから、どうするどうする。歌いちゃう、あーあのあー歌ってるやつをね、はいはいはい、じゃあいっか。ということで皆さんありがとうございました。Yeah.